いいね、今めっちゃ止まる意識したでしょ。100点。体折れないように上に。最高のセカンドじゃん今。いいセカンドだった今ね。自分で今のボレーは出来は、自分のボレーの今の出来はどうなの？まあまあ硬い、なんかしっかり芯で食えてないような真ん中を外してる。ああ、だとしたらちょっと振ってるね。振りすぎですか？左足をもうちょっとボールの近くに入れて踏み込みながらヒットする。うん、そう、これを小さく、ボールの後ろに入って合わせていく。ボールの後ろ、体がこうボールの方に近づいてここで合わせていくのを、もうちょっと作ってるバランスに自分で合わせていくイメージ。もっとコンパクトに前に入れるよ。いいね、いいね、ナイスファーストボレー。リターンも今の感じ。横に動いちゃって、先に後ろを取る、先にボールの後ろを取りたいで、前にこっち側に踏み込みながら打ちたい。まだスイングの幅が大きい。もっと小さく小さく小さく。最初のテイクバック、どの辺まで、ここまでやってる。ここもうこの上半身をローテーションさせて、ここぐらい、このままバーンって踏み込みで、ほんのちょっとここを戻していくだけ。こういう風に状態をローテーション、そう、全然引きすぎ、ここまで、そのぐらい踏み込みながら、小さく小さくで前、まずそれでも振り遅れでしょ。もうちょっと小さく、もっと小さく、テイクバック作って、もうこのぐらい、このぐらいで合わせに行く。それで力を出す方法としたら、ここで右足、左足がちゃんとボールのところにこうやって入ってて、そこから踏み込みながらボールに力を加えていきたい。こうやって左足を合わせていった時に、こういう風に寄りすぎちゃうでしょ。そうするとバランスが前に行くっていうよりも、こっち側にこうやって行っちゃうでしょ。これをこのぐらい、こうやって体を起こしておかないと右足が打球方向に踏み込めないから。そう、ボールの後ろを取って小さくテイクバックして、結構前に入っていった方がいいよ。相手の力を利用して前に前に前に小さく、全然振りすぎ。ここまでテイク、ここまでフォロースリーいっちゃってでしょ。前でこれだけでいい。前、そう、押すだけ。うん、フォロースルーちょっと大きいよ。もっとコンパクトに前に小さく小さく、ナイスリターン。小さく。そう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 。全然飛ぶよ、それで。うん。前に入って。おお、おいいね。OK。いいね。欲を言えばもうちょっと早いタイミングでバックボレー取れるような気がするんだ。ちょっと落として自分のここのところで取ってんだけど、もう一歩前に入れる気がする。うん。ちょっと待って、ちょっと待って。トスをさ、結構こう前から上げちゃう感じが多いんだよね。で、体が開いてあんまり力が伝わらない感じが多くない？こっちから上げてこういう方向にこうやって振れる？はい。うん。ベースラインに沿ってあげて、で、右の方に振る。そう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 。
もう一回、もう一回。上に、上に。頭のバランスがこうなって、こうやって上に行かない感じ。頭のバランスをもうちょっと中心にこうやって、こうなってるのをこのぐらいにできる。うん。頭の位置ちょっとだ、トスのところに見て、顔の位置。顔の位置、そこからそのまま低くなるだけ。その後にさ、こうやってトス上げるときにさ、ここからさ、こうなるでしょ。このトスの位置のところに上げてごらん。こうやってグーって上に上げ、反る必要はないよ。そのまま、ほらほら、上に上がっちゃうじゃん。首がこうやって自分でグーって上に上がってる意識はない。あんまりない。ああ、そう、上がってる。うん。最初に作ってる首の角度を、そこのところにこうやって上げていくトスを。結構なんかバランスを難しくしちゃって打ってんだよね。はい。うん。ラスト1分でーす。はい。オッケー。で、今の直す方法として、トス上げるときに、こうやって、足がついてないままトスを上げてんだけど、つま先がついてからトスを上げてみて。はい。足を踏んで、それで上げて上に。そうした時に自分のバランスがこういう風に出てくる感じわかる？膝の方からこうやって。こうやって踏んだら、この上にもう左足の上に頭乗っけちゃうぐらいな感じぐらいのバランスで打ったらどうなる？乗っけてそのまま上に。よし。だけど、上に振るときにまだこういうバランスがあるから、こういうバランスで振っちゃってる感じになってるんだけど、もっと極端に左足の方に頭の位置が乗ってる感じ。完全に乗って。で、上に。こういう感じ。こういう感じだけど、ここに乗るの。乗る。わかる？こうやってずれちゃうのが。はい。バストボレーで、うん。こっち側のアドサイから、うん。そうなんですけど、この辺り。あ、相手の？あ、ボレー？ここ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 まで来たら別にこうやって回り込めない。あ、フォアボレー。うん。回り込んじゃった方が。そうだね。ここ、あんまりにもここだと難しいから、それだったらここで取ればいい。全然。ここのストライクゾーンだね、フォアボレーの。うん、判断早くして、ここで。で、これがさ、グッて後ろに引き込んじゃったりする感じになっちゃうと、なんかあんまり攻撃的な形にいかないから、こうやって。前で勝利する感じ。肘が体の前で、こうやってくる。これ肘がこうやって後ろに行きそうな感じになるのを、こう。うん。リターンに関しても、ストロークのようにこうやってあんまり大きくテイクバックを大きくして振るんじゃなくて、コンパクトに合わせて相手の力を利用して、もうストロークとリターンも別物と考えてもらって、小さくして合わせてボールの軌道の後ろを取って、打球方向にしっかり力を加えていくように、踏み込んでいけるようにしたい。だからボールの後ろを早く取れなければ、打球方向に踏み込むことが難しくなると思う。だから早く相手のサーブに対して自分が予測して早く打点のところに入って合わせていく感覚っていうのは持っていかないといけないね。今リターンが沈んでローボレーみたいな感じになった時に、前に行く動きをあんまりしなかったよね。はい、あれちょっとしたい。はい、分かったでしょ、でも。
からしたら真ん中すごい空いて見えるだろう。